はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、直角三角形と高さという形のねテーマでやってみたいと思います。これね、ちょっとこんなやつです。直角三角形 ABC についてね。さあこれ、ここが直角で18センチ24センチ30センチという直角三角形です。さあここから A、 この直角の A からね、BC に垂直な線を引いて、ここも90度です、ね、でこの時にね、1番直角三角形 ABC の面積を求めなさい、ね。まあ、これ直角三角形の面積を求めた上で、今度 AD の長さ、ここが一体何センチなのかっていうのを今日はやってみたいと思います。さあまず直角三角形の面積っていうのはね、まあ底辺かける高さ割る2ですけど、パッとこれだけ見るとこれ底辺かける高さですよね、割る2ですよね。でもこれ分かんないわけです。でもこれ直角三角形の時には18を底辺と見れば ね、この AC、 これ高さですよ ね。こうやってこういうふうに直角三角形を置けば、ここを底辺とすれば、ここが高さですからね。だから直角を挟む2辺が底辺と高さの関係になるわけです。ですから 18×24÷2、 これでいいわけです。ね、そうすると、あ、これ12になっちゃってるね。18×24÷2 は、さあ18と2を約分して 9×24、 436、 2区18ですから216平方センチメートルですね。ね、でこの直角三角形は216平方センチメートルなわけです。さあその上で AD の長さを求めてみましょう。さあここです、ね、今度ね、面積は216平方センチメートルなんです、ね、でさっきは 18×24÷2、 底辺と高さを AB と AC で置きました。で今度ね、 BC を底辺として見ると、高さはこの AD ですよね。だから AD をね、これ四角センチと置いて、逆算で求めていくわけです、ね、底辺かける高さ四角割る2は、さっき求めた216なわけです、ね、30かける四角割る2は216、30かける四角は、さあ割る2をかける2で持ってきますよ、216×2、 さあこれ計算すると432ですね。さあそして、四角は432÷30ってことになります。ね、綺麗にもならないんだね、これね。あ、でも割り切れるね。14.4 ですね。だからここ 14.4センチってことになるわけです。いいですか。普通に直角三角形、この AB と AC を底辺高さとして、これとこれでまず面積を出してみる。でこの上で AD は、今度はこれを底辺と高さ、 BC を底辺、高さを AD と置いて、この面積を使って逆算で求めていく。さあ数字変えたものです、AD の長さは何センチですか。さあやっぱり直角三角形 ABC、 ここ角 A が直角です。30センチ40センチ50センチですね。さあこの時 AD の長さを求めなさい。一発で出すってことね。でまずは、これね、30と40で面積出します。底辺を30、高さを40と見れば、
30×40÷2 は600ですね。だこの、直角三角形600平方センチメートルなわけです。さあじゃあ今度は AD を高さ、BC を底辺ね、BC を底辺として高さ AD を高さとすると、ね、こう底辺50×高さ割る2がこの600なんだね。ね。で、50×四角は600×2の1200です。さあ、50×四角は1200なわけです。四角は1200÷50。24ですね、四角はね。ここ24センチ。これ覚えておくとね、いろいろと何かと便利な時が多いです。もう一回言いますよ。ね、普通に直角三角形、このね、AB と AC、直角を挟む辺同士で、底辺かける高さ割る2で普通に出していきます。そしたら今度は、この BC を底辺、AD を高さと置いて、底辺かける高さ割る2、つまり30かける四角割る2は、この216というですね、四角の式を作って逆算で高さを求めるという問題でした。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。